幻想史上は、1957年に公開された、インドの女子史的ファンタジー映画。カディリ・ベンカータレッティが監督を務め、マハーバーラタに基づく伝承、ササイラカ・パリナヤムを原作としている。クリシュナとがトート・カチャを中心に、アルジュナの息子・アビマニューと、バララーマの娘の再会を描いている。パサラ・バイロビの成功後、ビジャやボーヒニスタジオは百三十六年公開の、 マイア・ブイザーの本願作品を制作するため新たな制作チームを編成した。本作は、ビジャやボーヒニスタジオにとって、初の神話映画の制作となった。カディリ・ベンカータ・レッティは、シンギー・タム・スリニバ・サラオの助けを借りて、監督、脚本を務め、ボンミレッティナ・ナギレッティと、アルニ・チャクラ・パーニがプロデューサーを務めた。プリプロダクションと、キャスティングには1年近い歳月を費やしており、 ピンガリーナ・ナゲンドラ・ララオが、原案、脚本、作詞を担当した。作曲は、ガンタ・サーラ、撮影監督は、マーカス・バートリー、編集は、C.P. ジャム・ブリンガムと C. カルヤ・ナ・サンダー・ラーム、美術監督は、マダ・バペッティ・ゴー・カレーとカラダールが務めている。N.T. ラー・マラオ SV ・ランガラオサビトリ映画は、テルグ語、タミル語で制作され、それぞれキャスティングが異なっている。アビマニーは、 テルグ5番では、アッキネーニ・ナゲシュワラ、ラオ、タミル5番では、ジェミニ・ガネーシャンが演じており、サビトリは、テルグ5番とタミル5番で、同じ役柄で出演している。サチュは、タミル5番で若年期のバツアラを演じている。エヌティ・ラーマラオは、ソン・タ・オールの仮面を出演で酷評されて、以来クリシュナ役を演じることを躊躇していたが、ベンカー・タレッティの説得を受け出演を承諾し、 衣装とボディランゲージについて特別な注意が払われることになった。幻想史上はラーマラオが本格的にクリシュナ役を演じた最初の作品となった。ラーマラオの妻、ラクシミ・ーパールバティによると、ナギレッティとチャクラパーには当初ラーマラオをクリシュナ役に起用しようとするベンカータレッティの提案に反対していたが、ベンカータレッティの説得を受けラーマラオが クリシュナ役にふさわしいと信じさせたという。ベンカータレッティは、胸郭の広いラーマラオに対し、クリシュナに見えるように狭めることを提案した。また、ラーマラオは、彼の提案を受けて、マハーバーラタ、ベギーバタプラナやプラーナ文献を読んで、クリシュナのキャラクターを理解するように努めた。ガトートカチャ役には、SV ランガラオが起用された。テルグ5番では、 群馬で弁家亭主はララオとミッキリネーにラーダクリシュナ、ムルティーガバララーマとカルナを演じ、ドゥルヨーダナの息子、ラクシマナクマラ役は、リーランギ・ベンカータ・ラーマイヤーが務め、彼の人気は、彼とサビトリの歌う曲に影響を与えた。アル・ラーマリンガイアート、バンガラ・ベンカータ・スッパイヤーは、サルマとサストリーを演じた。カンチナラ・シン・ハラオは老人に扮した、クリシュナ役を演じている。 プレイバックシンガーのマドゥハバペッティ・サティアムは、ダールカ役として、カメを出演し、ボリーボリーボリーではを歌った。ラーマーナレッティはタントラソー・チンナ・マイヤーを演じており、ナーガブルシャナムは、サティアキを演じ、テルグ・語版のみに登場する、サラーティー役には、バルリ・バーラ・クリシュナが起用された。リハーサル中、ベンカー・タレッティは、映画の上映時間を決めるため、歌のシーンを含む、 全シーンの時間をストップウォッチを使い計測した。バートリーのアシスタントの DS アンブーラオによると、幻想史上は、バートリーの脚本と撮影技術が大きく貢献したという。ラヒリー・ラヒリーのシーンは、チェン内のアディアル川で撮影された。バートリーは月明かりを利用して、撮影を行っており、アンブーラオによると月明かりを利用したインド映画は、幻想史上が初めてだという。 アッキネーニは撮影に負傷したため彼とランガラオのアクションシーンの撮影が回復後にずれ込み映画の公開も3ヶ月遅れることになった。またガネージャンはアッキネーニが2階のバルコニーから飛び降りるシーンの撮影には彼の代わりにボディダブルを採用するように提案している。撮影には主要スタッフと俳優のほか照明スタッフや大工 学校など400人の技術者が制作に参加している。ドバーラカーのセットは、豪華霊とカラダールの下で、ビジャや防飛にスタジオ内の15メートル18メートルのスペースに300のミニチュアハウスが作成された。ビバーボジェ南部のシーンでのガトーとかチャガラドゥをむさぼり食うシーンの撮影は4日間かけて行われた。同曲のシーンはすべてストップモーションアニメーションで撮影されている。 幻想史上のレコーディング風景スラジェシュワララオは、スリカーウールデボタール、ラヒリーラヒリー、ジャプールコリーシーナシュブヘブイラ、ネイコサメを作曲した後、制作から離れた。彼の交番後、ガンタサーラは NC セングプタとエイクリシュナムルティと、共に、ラジェシュワララオの曲をレコーディングし、残りの曲も作曲した。アルバムには12曲収録されており、テルグ語版とタミル語版は、 ピンガリ・ナゲンドラとタンジャ・エヌ・ラー・マイヤー・ダースが作詞を手掛け、エークリシュナンとシバ・ラウムによってミックスとされた。ピー・リーラーによると、彼女が歌った曲の一つは完成まで28テイク、かかり、5曲目はガンタ・サーラによって仕上げられた。ラヒリー・ラヒリーは、モハナ・ム・ラーガに基づいて作曲され、ビバー・ボジェナンブは1940年代のビー、ナーガラージャクマリの ジャナキ・サポダムに強い影響を受けたスラービが1950年代に作詞した歌詞に基づいていた。ナーガラージャクマリは1936年公開のササイラカパリナヤムでガリペンチャラナラシンハラオが作詞した曲にインスピレーションを得て作曲を手掛けている。また曲のメロディーはチャールズ・ペンローズが1922年に作詞した。 ザラフィング・ポリスマンからインスピレーションを得ている。1957年3月27日にテルグ5番、4月12日にタミル5番が公開された。フィルムリールの長さは両方とも5888メートルとなっている。幻想史上は24劇場で100日間の上映記録を達成し、シルバージュビリー映画となった。公開後、クリシュナに噴した。 ラーマラオのカラーポスター4万枚が配布されている。1965年にはテルグ語版のカンナダ語吹き替え版が公開された。これは2014年に紅茶ダイヤーンが吹き替えされるまでの間唯一のカンナダ語吹き替え版が制作されたインド映画だった。1995年にはダサリナーラーやナラオによってリメイク版が制作された。2007年4月7日には アンドラプラデーシュ州文化局、映画、テレビジョンシアター開発公社、キネラアートシアターズが主催する公開50周年記念イベントがパブリックガーデンで開催され、同イベントで特別上映された。同イベントでは、制作に関わったアッキネニとシーナーラーやナレッティが表彰され、ラービコンダララオが執筆した小説版が出版された。幻想は、主に技術面で、 高い評価を得ている。2006年にザ・ヒンドゥーの W ・チャンドラ・カーンとは、監督の偉大さはここにあります。彼は、クリシュナとガトーとガチャを除くすべてのキャラクターを、人間の愚行を示す、普通の人間として描くことに成功したのです、と、批評している。2008年にザ・ヒンドゥーのビジャヤ・シュリー・ベンカ・トラーマンは、今回のハリウッドのスーパーヒーロー映画の特殊効果は、 相関でしたが、私にとって、幻想史上の魔法は少しも失われませんでしたと、批評している。ザ・ヒンドゥーの ML ならシンハムはいくつかのインドの言語映画が存在しますが、1957年のビジャヤ・プロダクションの幻想史上は、その卓越さにおいて、依然として最高の作品と考えられていますと批評している。ザ・タイムズ・オブ・インディアでは、力強いキャストと、 強力な脚本によって、この映画は盗人になりました。サビ取り、ネトラレ、アンは SV ランガラを、そしてスーリア・カンタムは、キャラクターに厚みを与えます。もちろん、言語とセリフはシンプルに言って無敵です。そして、いくつかのシーンはシンプルに陽気ですと批評している。バムシー・ジュルリは2013年に執筆した、ボリウッド・ネーション、インデア・スルー・イッツ・チネマの中で、 幻想史上の魅力とは、もちろん、スター俳優たちと同じくらいストーリーにあります。しかし、その演技と美しい歌と撮影セットには、黄金時代のテルグ五神話映画の興味深い特徴が見て取れます。それは、宗教の競技的な観点から見て、あまり重要ではない何かについての物語です、と批評しており、ランガラオの演技を力強く、荘厳であると絶賛している。 2013年4月に CNN ニュース18は、幻想史上を、あらゆる点で、先駆的作品と評して、撮影技術と映画音楽を称賛し、ラーマラオを、メソッド俳優としての能力を証明したと批評した。サウガタ・バドリとインドラ・ニム・カルジーは2015年に執筆した、トラカルチャール・ネグシシャンズ・オブ・ジェンダー、スタディーズ・イン・ロンイングの中で、 両方のバージョンでサビ取りに演技させることにより、男らしさと、めめしさのビハーバーの固定概念を打ち破り、永続させると批評している。幻想史上の撮影風景、幻想史上は、初めてカラー化された、ペルグ語映画であり、モノラルから DTS5.1 チャンネルに、リマスターされた映画でもある。2007年11月下旬、ハイデラバードのゴールドストーンテクノロジー社は、 幻想史上を含む14本のビジャや棒碑に、スタジオ制作作品の権利を取得し、カラーデジタルリマスターされた。シー・ジャガン・モハンは、映画の音声を DTS に変換するアイディアを、思いつき、オーディオを復元し、音響効果もリマスターされ、歌手の声は増量され、バックグラウンドミュージックは7つのトラックとして、再録音された。リマスター作業には165人が参加して8、 か月間かけて行われた。モハンは18万色を使い、人肌のカラーを作成し、さらに1670万色の色彩技術を用いている。彼は衣装やジュエリーの着色とは別に、ビバー・ボジェ南部のシーンとクライマックスの結婚式のシーンが最もやりがいのあるシーンであり、着色後は食べ物がよりリアルに見えるだろうと語っている。結婚式のシーンについて、 彼は地面に散らばるバラの花びらはすべて着色する必要がありました。さらにクライマックスの各フレームには多くの俳優がいます。技術用語では肌、衣服、ジュエリーに使用する色のセットをマスクを呼びます。一人のキャラクターに号または6のマスクを使う場合、フレーム内には多くの俳優が存在するため、さらに多くの作業が必要となるのですと語っている。 リマスター版からは、ボリーボリーでは、ビンバーマやショーダ、ジャプーリューコリーシーナスバベラの3曲とフィルムの品質を維持するために多くの詩がカットされている。カラー化のために7500万ルピーの予算が投じられ、2010年1月30日にカラー版がアーンドラプラデーシュ州内の45の劇場で公開された。カラー版の配給は、RB ・チョーダリーの スーパーゴッドフィルムズが担当した。カラー版は非評価から肯定的に評価され、工業的にも成功を収めた。しかし、ザヒンドゥーの ML ナラシンハムからは、賞賛に値するが、その魂は失われていると告評され、彼はオリジナル版の DVD を購入して視聴すると、幻想市場について、なんて素晴らしい映画なんだ。と叫んだアンアの意見に同調することだろうと、語っている。 2010年1月29日の行政令により、リマスター版の娯楽税は免除されたが、劇場所有者と映画プロデューサーに対しては、行政令の有効性が不明だったため娯楽税が課された。NT ラーマラオは、幻想史上の出演をきっかけに、数多くの映画でクリシュナ役を演じることになった。幻想史上は、技術面におけるテルグ語映画の古典作品に位置づけられている。 ベンカータレッティは、幻想史上と、ドンガ・ラムズの成功により、ペリナティ・プラムナルーの監督に起用され、同作で、ナショナルフィルムアワード最優秀テルグを長編映画賞を受賞した。1987年に、ジャンディアーラが監督した、アハナー・ペルンタ。2011年に、ビーラ・ラバ・ドラーム・チョーダリーが監督した、アハナー・ペルンタ。は、幻想史上の曲。 アハナー・アペルンタからタイトルを採用しており、両作とも工業的な成功を収めている。また、ジャンディアーラは、ビバホ・ボジェナンブと、ジャプール・コリー・シーナ・シュブ・ヘブイラでも、幻想史上の曲名からタイトルを採用している。コメディアンのマリカル・ジュナラオは、幻想史上を、史上最高のコメディ映画であり、映画愛好家ならば、誰でも期待できる、超越的で楽しい経験の一つと評価している。 2006年に、モハンクリシュナ・インドラガンティは、マイア・ブイザーを監督した。彼は、幻想史上のファンであり、脚本を手掛けた、DV ・ナーラー・サラージュの意見を取り入れて、マイア・ブイザーのタイトルを採用している。2007年にザ・ヒンドゥーの ML ・ナラ・シンハムは、幻想史上を、マラ・ピラ、レイス・ソビダ、バラ・バアイクリアム、バクタ・ポタナ、シェイブ・カルー、マラス・ウォーリー、ペダム・ニュ・シュールー、 ラバクサに並び、社会とテルク語映画に影響を与えた作品の一つに挙げている。クリシュナ・バム氏は幻想史上を古典というよりも女子史であると評しており、2009年に監督したササイラカ・パリナヤムのタイトルは幻想史上から採用したことを明かしている。2010年2月に映画監督エル・サティアナンドは幻想史上を十回、ベン・ハー、炎、 アバターと比較し、これらはエバーグリーンであり、決して心から消えることはありませんと評している。2013年4月にインド映画100周年を記念して、CNN ニュース18が実施した、史上最高のインド映画100選の一つに選ばれた。2014年5月には REDIFF.com の最高のタミルご神話映画の一つに選ばれている。SS ラージャマウリは、 スワーシュケイジャーとのインタビューの中で幻想史上がバーフバリ伝説誕生バーフバリ王の外旋を制作する際に大きな影響を受けたと語っている。ありがとうございます。